仕事をし、はい、無償化ってできるんですか？無償化しましょうよ。私が大学生の頃、つい最近ではないんですが、結構安かったんです。授業料は最低で54万円、私率も上がり、まあ、100万円台以上のところも多いです。入学金と授業料合わせて140万とかですね、初年度本当に払わなければなりません。大学生の半分が奨学金をもらい、有利子も多いです。返納相談がありました。奨学金の借金でも給料がなかなか上がらない、返していけるか不安です。軍備費11兆円なんて言うんだったら、高校大学の授業料無償化、就職の無償化、こっちにお金使おうじゃないですか。社民党は教育費の無償化実現をしていきます。